じゃあ、はい、名誉毀損についてちょっと <laughs> ねよく知らないのに喋んなって怒られちゃうかもしれないけどなんか言ったからには自分なりにどういう根拠があってああいったことを言ったのかっていうのをちょっと説明しようと思うんだけどあの犯罪まあ例えばさテレビとかでさ犯罪者とか犯罪の犯行している様子をテレビでこう流すじゃん。だけどモザイクかかってたりするじゃないですかあれ。 まあ、もちろん肖像権っていうのとあとはやっぱりその,そのやってる行為自体は公共性があるからやってる行為を放送することは公共性に基づいて、えー、公共性があるんだけどその,その人の肖像権だよね。そそれ以上の、えー、の人の肖像権自体は公共性がないんだよねにもかかわらず公共の電波にさらしてしまうとその人 その犯罪をしている人の、えー、個人的な社会的地位の下げる、えー、行いになるんだよね、公共の電波に乗っけちゃうとその、その人の肖像権を。それが要するに名誉毀損になるんだよね。だからあれ、モザイクかかってるんですよ。犯罪してるのにもかかわらず、その事実としてね、犯罪してる事実、ね、紛れもない事実なのに、えー、公共の電波に乗っけると。なのに、えー、名誉毀損になるんですよね、あれ。う だってそれ裁くのはさその行政行政っていうかさ裁判官っていうかその司法司法じゃん司法がそれをさ裁いたりなんかこう決定したりなんかこうなんか行動を行動を制限したりするわけじゃんうちらがなんかこうそれをなんかこう助長するようななんかこうことをやってで なんかその人が、えー、司法によって、えー、与えられた、えー、その社会的な制裁を受けてるにもかかわらずうちらのそういう例えば SNS の, SN S の、えー、騒ぎとか、えー、必要以上な本人の特定とかを、えー、広めちゃうことによって、えー、さらにその人の社会的な制裁をさらに 受けなきゃいけなくなっちゃう事態が起きるじゃないですか。それは、あの、なんつうの、名誉基礎になるんでね。うちらだって、なんかそんな権限ないわけなんですよ。基本的には、その、平等に扱わなきゃいけないんですよね、僕たちは。にもかかわらず、なんかこう、憎たらしいからとかあ、まあ個人的な感情だよね、それも。個人的な感情なんですよ、結局。えー、公共性とか、 があれば名誉毀損には当たらないんだけどうん復活のニコンさん復活のニホンさんそして赤澤さんまあ公共性があるかな個人的な感情の方がやっぱ強いと思うんですようんだってライジンはねドーピングチェックの 方法としてはいろんな方法があるのにも分かってたにもかかわらずその手段を取らずに尿検査だだけで済ましたんだよもうそれが確固たる事実なんだよね。だけどうーんまあねだからそれで OK っていうかなにもかか OK なのにもかかわらずでも真実を知ったらみんな騒ぐだろうなっていうことを。 真実を知ったらみんな騒ぐからっていう理由でリークしたとなるとやっぱり公共性はないよね個人的な感情でねだとすると非常に名誉毀損の疑いが強くなるまあこう,いこういうことなんですよねたとえやってたとしてもでもその LIZIN の契約上をうーん尿検査して陰性だったらお咎がめなしっていう ね、事実であるわけじゃん。まあ格闘技としてあ検査がないからといってやっていいかやって悪いかって言ったらやっちゃダメなんだけどそれはなんか契約違反とか経済的損失とかないんですよね。あくまでも道義的な部分で避、あのー、難されるだけで。 なんか経済的損失を受けるに値しないはずなんですよ。だって、ライジンの契約上、だってそこは、ね、尿検査でいいっていうことになってるんだ。まあ、尿検査で黒になっちゃったらね、<laughs> あの、ちょっとこの話はもう本末転倒なんだけど、尿検査が白で、でもう契約上クリーンな状態。にもかかわらず、まあ、 だからといって、同義的にやるのはどうなのっていう理由で赤沢さんがリークしたと。でもそれって結局同義的な部分だから、経済的損失っていう目線では見られない。なんか、非難されるべき、非難されるっていうことはあるかもしれないけど、非難されるってね。なんか、あの、掛布が参振したら非難されるとか、そういったレベルと同じ。そういったね。 あのバッターが三振してふざけんなっていうふうに非難されるのと同じように「何尿検査は OK だね陰性だったけどでも実はそういうのやってたんだ」っていうのがねこう疑いがかかった時に非難される程度なんだよねでもその非難される程度にもかかわらず、えー、格闘技人生選手生命っていうかその社会的制裁を受けてしまった平本蓮。 えー、経済的損失を受けてしまったひらそれはやっぱり赤沢のリークが原因でねだから名誉毀損って訴えられるんですよ。訴えられるんですよ。でライジンの契約上それもダメですよっていう契約だったらあのー、赤沢さんのリークは「あ赤沢さんありがとうと」とライジンはね「ありがとう」と。 あの平本さん契約違反ですっていう話になるから全然名誉毀損にはならないんだけどライジンの契約上良かったのにもかかわらずあの必要以上に社会の,この,その道義的な部分を利用して非難するように赤澤さんがリークしたっていうのは経済的損失 出たとしたら、それは赤澤さんのリークが原因だよねっていう風に取られちゃうんですね。だから名誉毀損になっちゃうんだよね。ち,ちょっと難しいかな説明するの難しいな俺も。わかるかなわかるかな。で、うん、やってたとしても契約上をね事の順序的にはいや全然平本さん陰性でしたっていうので事の天末の終わりなのにもかかわらず。 いやあのそれ血液検査してないだけで本当はね血液検査したら平本さんこれ出るはずですよだってこういった電話の内容あるからって赤澤さんが発表したところで「うんだから」って平,平本がね「だから」んでも「ライジンは尿検査陰性って出てますよ何が問題なんですか」ってまあまあ道義的な部分で問題だって言われてもまあそれは個人の感想だから別にどうぞご勝手に なんかまあ、しかも白か黒かやってたかやってないか、まあ、のはっきりしないのなんか疑い時点で、ね、SNS でそうやってあおってまるでなんか僕がやってたかのようにあおってなんか社会的地位を下げるようなねで僕はいろんなこう経済的損失を受けました弁償してください。っていうふうに名誉毀損って。 あのやってても名誉毀損で訴えることってできるし名誉毀損って成立するんですよ。うん、だ,ってだって裁判所から見たらだって来信さん OK だったんですよねだったらもうそこであの裁判所が関与する部分じゃないあとはなんかお、ね、ファンの人たちのお気持ちの問題でしょっていうあのファンの人たちのお気持ちの問題でしょ別ににそれが法,律法的にどうとか っていうのはないですから、うん、なんで赤澤さんそんな必要以上にそんな,そんなことやったんですかと。だかそれ個人的なき思いがあったからでしょ個人的な思いで平本さんの社会的地位を下げていいのかって言ったらそれは駄目でしょじゃあ名誉毀損になるんじゃないんですかってことになるんですよね。 まあ厳しいとは思うんだけどね名誉毀損で訴えたところで、えー、平本蓮が勝つとはちょっと思えないけどでも勝つ場合もあるんですよこれ本当にやってたとしてもあの名誉毀損が名誉毀損が成立するんですよまあだから弁護士を立てて今回会見するのかなって思いますまあでもあの外れたらごめんなさい多分多分もっと複雑な内容だと思いますけど楽しみに待ちましょう